短期連載バルニーのロードトゥーワンマンライブ、ワンマンライブがある、週の前の週27日土曜日です。もう直前、結構家の中はもうカオス、ダンボールだらけ。何が入ってんの？物販、 T シャツ何百枚、なんとかいろいろ。実際そういうのって、T シャツとかですごいお金助かるんでしょ？そうそう、かなり物販ないと普通に赤字だから、物販買ってもらった方が嬉しいんでしょ？そう。まあ、今回に関してはなんかダブダブが主催だから、一応自分じゃなくて、自分がダブダブを丸ごと借りてるわけじゃなくて、ダブダブ主催で私に普通にギャラが出てやるっていう感じなんだけど、なんかスタッフとか多いし、物販やんないとちょっときついって感じ。なるほどね。どういう仕組み？何があんの？ T シャツ、私の顔がついてる T シャツ、ロゴの T シャツ、アクスタ2種類、ステッカーなどなど。T シャツいくら？ T シャツ4500円。顔がついてる T シャツ。4500か。まあまあするね。まあでも、フルカラー印刷みたいなのをやっているため。ああ、なるほど、ね。そう。シンプルシルクスクリーンだったらもうちょっと下げられるけども。って感じ。ちょっと複雑なプリントの T シャツ。って感じ。初めてアクスタを作りました。自分の。バルニーアクスタなんか売るの？うん。やばいって。めっちゃおもろいで。アクスタ反対主義者の僕にしてはやばいって。なんで反対するんだ？アクスタ賛成でしかないわ。意味わかんねえ。いや、意味はわかんない、普通に。まあ、普通にバカではある。ただ、バカがこの世を楽しむっていう。話。なるほど。何？ 2 週間前から何が変わったの？2週間前から何が変わったか。準備は結構やばい。なんかさ、人に頼まないっていう選択をした、いろんなこと。途中で映像流したりするんだけど、スーちゃんがそれも全然頼めばいいじゃんみたいなことをさ、言ってた時とかあったじゃん。それとかを全部ほとんど終わらせているみたいな。途中で流す映像。自分で作業をやって、ここ直近1週間ぐらいでやって、もう全部終わるみたいな感じ、それが。それは何？コストカット？コストカット、金はないっていうのもあるけど、でもなんかもう切りなくて、なんかその、過去の、自分の過去をまとめて、その流すみたいな風にしたくて、その素材とかがなんか散らばりすぎてて、Google フォト全部見るとか、そういうとこから始まるから、人に頼めなくて、なんか。なるほどね。だからね、それをめっちゃ、じゃ時間かかったけど、まあやったから、それ見てほしいって感じ、会場で。すげえな、動画編集マンになってんじゃん。そう、それもやった。あと、スタイリストも金がないから雇わず、私がやって、青一にちょっと直してもらって、みたいな感じでやった。はい、それも直近。スタイリストってないバルニーはやばいぞ。やばい予感がするな。いやいや、やばくないよ。だって、だから、ちゃんとダブルチェックで、青一に見てもらって、これは違う、これは追加、これは、みたいな感じでやってもらったっていう。なるほど。なるほど。いろんな側面でコストカット入ったんですね。そういうことです。そう。で、その実務を、まあ、直近やっていたよっていう感じですね。あとは、でも、ラジゴの公開収録の準備と同じだよね。なんか紙印刷して、とかさ、メニュー表作って、印刷して、みたいな。でもじゃあ準備はほぼ完了？いや、終わっていないものもたくさんあるな。物販撮影、物販一覧表制作、告知する、支払い方法を考える、お釣りを集める。いろいろあるね。いろいろあるね。あとは、まあ当日の感じかな。パネルを置く、チラシを貼る。いや、でもね、大体なんか一安心だわ。やっと。ああ。最低限は確保できそうって感じか。最低限は、準備もちゃんと終わったし、チケットもあとちょっとで売り切れたし。てか、それがすごいんじゃないの？チケット。あ、そう。なんか、私は全然予想できずに、ダブダブでやるぞって決めちゃったんだけど、正直埋まるか全く分かんない状態だったんだけど、よかった。不安だ。賭けっていうか、なんか、やるなら絶対売り切れにしたいけど、全く分からんだ、みたいな感じだったから、よかった。何人？400人。すご
ね、まあ関係者すもいごるけど。い。一人からで40人来るのすごいじゃん。いや、そうだよ。ちょっと考えらんないよ。だって1個前にやったさ、自主企画イベントってさ、2021年ぐらいにタイムアウトカフェ、恵比寿でやって、田島さんとかゆっきゅんとか、まあ、かけこさんとか、まあ、みんな出てみたいなやつだったわけ。あとなんかフリマみたいなのやって。何人？それが100人ちょっとだよね。まあ、会場的にそんぐらいしか入んない会場だから。すげえじゃん。ね、1個前がそれだとさ、全く予想つかないっしょ、なんか、わ何人。かんないよ。なんかこういうことしてるとさ、応援とかもう、まあ、やったら嬉しいけど、やるまではほとんど楽しんでないし、楽しみでもないってよく言うのね。同じグループの友達の、なんかシャーロット・メイっていうアーティストがいて、その子もなんかすっげえでかいギャラリーでなんか展示してて、今。で、それがもうストレスでやばかったみたいな。絵だしね。実際、なんか楽しみではあるの？それともなんかもう追われてる感じ？いや、追われてる感じだよね。楽しみかどうかを考える余裕もないよね。ただでや。もだから、ライブの練習とかもしなきゃいけないんじゃないの？あ、してる、ま。それが結構でかいタスクだわ。毎日ジムかスタジオかどっちか行ってる。2時間ぐらい。アスリートアスリートだよ、本当に。でもなんかさ、1時間以上ライブしたことないからさ、1時間以上っていうか30分のライブしかしたことないからさ、体力も持たないかもしんないから。回なんかそのライブと同じライブをすればいいじゃん。あ、いや、もちろんもちろん、毎回やってんの、それで。スタジオ入ってと、全部通して、みたいな。ライブごっこやってんのね。そうそう、やってんだけど、もうこれ、本当にできんの？みたいな。あの、広さとか違うし。そうそう。なんか当日の方が声を大きく出してしまう可能性が高いし、できんのかみたいなことを思い、ひたすらなんか走ってる、なんか走り込みをやってる。なんかもう最後、ハーフマラソンぐらい走れるようになりそう、なんかこれやってたら。ハーフマラソン出たら、ね、出てみようかな、ハーフマラソンとか。ロードトゥーワンマン、ロードトゥーにハーフマラソン入れたらいい。確かに、本当の意味でロードだな。でもなんか、これやったことによって、なんかほとんど自分の力でやったことによって、なんか次の、例えばワンマンとか、もしちょっとプチツアーみたいなやるとしても、まあ、こんぐらいの規模なら自分の力でできるなって思った。なるほど。まだ大丈夫だろみたいなことは思ったよね。でも確かに東京で400だったら大阪で100とか200はいけそうだね。うん、そうそう。まあ、例えば大阪に100、名古屋100とか。いけそうだね。そんぐらいなら自分で準備できんかもな、とか思い、なんかまあ、ちょっと目標設定にもなるし、いいよね。実際やりたいの？そんなこと。え、やりたいやりたい。ツアーってやってみたいよね。やっぱなんか、東京しかやらないんですかっていうコメントめっちゃもらうし、本当に都市部の人以外の方向をこれからもうちょっと見てやりたいな。まあ、都なる市だほどけどね。ね、大阪、名古屋も全然。まあ、東京一強みたいなのじゃない方がいいよね。じゃあ次は海外だ。うん。海外公演。アジアツアーとかやれたら最高だよね。ライブはなんかメッセージあるんじゃないの？いろんな人来ていいよみたいな。あ、もちろん。いろんな年齢の人、いろんな性別の人、何でも、どういパうワーの。してたよ。多いんだもん。なんか、行くか迷う。みたいな弱気コメントが。何を求めてるの？その人たちは。あ、ごめんごめん。ちょっとよく強い。当たっちゃった。いや、でも、マジで迷ってんじゃない、マジで弱気なだけなんじゃないの、本当に。当たっちゃった。本気でいて損しかなくね。まあなんね、なん？損しかない。まあ、あれなんじゃない、普通に自分の街の変わり者として指を刺されてる人たちなんじゃないの、やっぱり。そういう、いや違う、それを、そういう社会があるから、自分の街で派手な格好をしていたら、あははと笑われるっていう、この社会が存在するから、その人たちは、ひっそりしてんじゃないまあね、むずいよね。社会を批判するか、その人の。こう、個人としてそんないけんのかなとか言ってて、何も始まんないから、いけ。そうなんいだけ。よ。だから、行けっていう気持ちで。書き込んだ。いけいけ。ラジオも一緒。あ、オフなん会いけんのかないんだよ。いけ。確かに行くしかないんだよ。何かやりたい。
でも私は何やれ。一人でいいのか、一人で行ってもいいのかな、じゃないんだよ。行け。いけいけ。っていうことなのよ。私みたいな、まあ、てんてんてん。ちゃうねん。あなただからや。せや、とんでもないエンパワーメントラジオである。まあ、ラジコリスナー、リーコとツーちゃんを見つけてみてねっていう。リコ嫌がるから声かけてください。あ、そうそう、リーコを嫌がらせないように声かけてみてください、本当に。まあ、ツーちゃんは普通に喜ぶと思うんで、みんな。喜んでるよ。喜んで写真も撮って私たちに送ってくれます、つーちゃんは。頑以張っ上。て。頑張る。頑張ります。バルニー。リコ。ごめん、つかさ。ラジオ屋さんごっこ。はい。明日、ミーアイのライブに行くバルニーです。オッペンハイマーを見てきたリコです。お久しぶりにモスバーガー食べたタカです。はい、はい、大丈夫ですか。4月13日土曜日夜、こちらは橋事務所で撮影しています。収録しています。97回目。97、あと 2×3 週間で、なんだろう、2×3 週間で200回。うわあ、なんかするかね、しないかね、ちょっとわかんないけど。彼氏とうまくいってる？え、何その入り、うまくいってますけど。本当？なんか大変だったんでしょ？いや、全然。でもそう、今日そういう入りじゃないでしょ。そうそう、別に。どういう入りなの？そういう入りじゃない。リーコ最近何見たでしょ？リーコって。ああ、そっち系？あ、そっち。あ、ごめんごめん。はい。リコ最近なんか見たコンテンツある？それあのね、呪術廻戦の映画ほう、そう見たの。呪術廻戦ゼロっていうのかな。リコは呪術廻戦自体は見てたの？その映画じゃないやつは。見てなくて、漫画を借りて見てツタヤで、はあ、で、まあみんなが話題にしてるから見てみようっていう気持ちで、はいはい、彼氏と借りて、ツタヤで漫画を借りた。そう。へえ、珍しいこと。なんで結構ネットでビッコマとかでも。え、あの一緒に見たかったから、あのバーって借りて、めっちゃ仲いいじゃん。見たかったから。え、仲いい。まあまあまあ。でもなんかそっちの方がや安いよ、普通に二人で。ああ、うん。それぞれ読むっていうね。なるほどね。了解。で、実際の本読んで、あと私はなんだかんだ漫画はあの紙派なんですよ。いいね、いらんアピール。そう、でそういうリーコいいね。そうなんですよ。で呪術廻戦それ途中3巻くらいまで読んで、ほう、ちょっと映画もあるらしいからちょっと映画見ようっつって見たんだけど、え、呪術廻戦誰か見てる？見てない。まあそうだよね、領域展開のモノマネしてるティクソクの人とかしか知らない。五条悟っていうらしいみたいな。いや本当に、なんで上映してよ。え、無理。あのシアター席待ちできるほど、うん、もうないというか、その情が覚えてないぐらい情がない。自分も好きじゃないっていう話。あ、結論、私は呪術廻戦なんか一個もハマんなかった。漫画も、映画もハマんなかった。アニメもあんの？あ、そう、映画が、まあ、アニメ、うん、あ、うん、アニメもあんのかな、あるある。そうで、まあ、リスナーの人とかもし呪術廻戦見てて好きって人いたら、なんかどういう風に楽しめばいいか教えてほしいんだけど、なんか私のそれでえって思ったのが、呪術廻戦の映画って泣けるっていう事前情報があったの、はあ、結構感動する、はあはあ、でも本当に全然来なくてピント、なんかこれも主観であれなんだけど、なんかそのセリフとかもすごいチープだなって思って見てたの。へ、バトルシーンとかはかっこいいんだけど、はあ、したらなんか案の定隣で彼氏が大号泣してて、で終わった後のキングヌーのエンディングとかも最後まで聞かされて、あ、ここね、ここの歌詞、このこと言ってんだよ、あの映画のこのシーンのこと言ってんだよとか、なんかずっと説明してきて、私も解説付きで、そう、吐きそうだったの。なんで？本当に辛くて。え、でもごめん、なんかえ何も分かってないけど、はあ、泣いてるってことはなんか泣くところがあったんじゃないの？
まあだからネタバレしたくないからあれだけど、まあ人が死ぬとか、あいわゆるねそういうなんか親友が自分え、なんかその登場人物が自分の親友をまあ殺めるというかシーンがあったりとか、なんかその呪いにかけられたのが、まあ、あの自分の初恋の相手だったとか、まあ、なんかそういうちょっと泣ける要素はあるらしいんだけど、なんかとはいえなんかアニメで、うん、なんかあんまり怖かったの私としては全然。だけど同じ情報量の彼氏が大泣きしてて、なんかでこういうのがうちの私たちの間で多すぎて、はなんかその自分にとって生活はその趣味とか文化とかこだわりなんていうの、好きなもの漫画映画本音楽とかって、なんかその誰かと付き合うとか人を好きになる上であんまり優先度高くなかったの。ずっとそうだよね。そうずっとそうじゃん、意味不明の人とって私は思ってたでしょ。あんまりそこを言 う, う, うなんかどういう視点でなんかその相手を選んでいるのだろうってずっと不思議だなって思っていたんだよね。そうそうそう で今回の人もそうやって選んだというか、そこ気にしなかったんだけど、別のポイントでね。そうで改めて一緒に生活し始めていくと、あなんか私自分が思ってる以上にこだわったんだ、文化軸が大事なんだ、大事だったんだって思うぐらい、チリツモで来ちゃってることに気づいたの。で呪術廻戦のことも一緒に見てちょっとねって言いた、まあ、同じ趣味であってほしいわけじゃないけど、うん、なんか呪術廻戦は明らかにちょっと私はえって思っちゃって、相手が紹介してくれるコンテンツがちょっと質低いみたいな感覚。いや紹介って感じで見たけど、今回はなんだろうな、なんかうまく言えないけど、なんかそこの差がすごくて、自分が思うのと向こうの感動ポイントの差というか距離がすごすぎて、なんか今までそういうの気にして人を選んだことなかったけど、なんかで改めて生活してそれが自分一人暮らしの時のというか、実家にいたりとか一人で暮らしてた時の自分はそこの好き勝手見たものに対して好き勝手言えたし、うん、なんか相手を傷つけるかどうかとか気にせず言えてたんだけど、うん、とか好きな音楽流してとかできたけど、今一緒に暮らしてるとそうもいかないから、えもうボロカス言えないよ若干。もうその呪術廻戦クソだったわって言えばいいじゃん、もう言えない雰囲気なの。いや言ったんだけど、うん、号泣してるからえ号泣してる後に言ったんだよ。号泣してる後もなんかあれ脚本変でしたよねみたいな、なんか私はちょっととかって言っても、あなんかひねくれちゃってみたいな、あそういう感じで差し並められる、またリーコひねくれちゃってそうみたいな、とか呪術廻戦だけじゃなくても、なんか君はもうなんかトップ100とかの音楽を好きになれない体質なんだねとか、あで多分でも私たち3人の中だったら一番私がマス好きじゃん。そうだね、けどそう言われるっていう、なんか一番遠くのマス人間と付き合ってだから今こういうことが生じてるんだけど、で前々からチリツモだったんだけど、うん、呪術廻戦が結構大きいきっかけになって気づきとなったんだ。リーコの生活圏だったら、うん、リーコの日常では、うん、リーコが、うん、どっちゃんこサブカローなんだね。そう、まあ、そうでしょうね。そうなの、えだからそうなの、怖いよね、やばいサブカル女、やばいサブカル女になってこだわり強い、オリコン100なんか聞きませんみたいなサブカル、ポッドキャストやってますからみたいな、そうなんでしょう、キングヌーはみたいな、うん、なんかリーコキングヌーあんなにいい、キングヌーすらなんかこだわりで聞かないらしいよ、トップ100入ってるからでしょブブブみたいな感じになっちゃってんだよ、厄介者だ。呪術廻戦を僕逆になんかリーコが何も分かんないけど、うん、呪術廻戦なんかリーコ嫌いらしいよって言って、その友達 3,4 人に言ったら、うん、みんなあれ俺面白いのにとか言ってたから、え本当、だからいやでも本人が面白いって言ってるのか分かんないけど、見て、まあ、ディスってはなかった感覚よ、その3人。でも多分私が難しすぎて分かってない子供あるの、うん、だから、でもさ、あんだけ人気ってことはさ、きっとさ、うん、めっちゃ人気じゃん、みんな好きな、好きってか、なんていうの、はずだから、
教えてほしいなっていう。ごめん教えれない。で呪術廻戦を見れば見るほどワンピースすげえってなるの。へえ。大マスじゃん。もうラジオでもワンピース語んの。大マス。燃えて。ワンピースはすげえのよ。無理よ。燃えてマジで。マジで。いやでもねこれワンピースに戻るんだ。でもねこれは本当にまあワンピースの話は後でするとしてなんか本当結構悩みで。いやでもそうだ、あ悩んでんだ、辛いだろう。いや面白いね。なんか なんで今までそれを気にしなかったのがむしろ不思議。なんかさ、うん、あタマのさ同じ趣味で同じ話題ができるとかじゃなくてさ正直価値観じゃん。なんかそう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 、いや僕は寄り添えるよ。ええマジ全然寄り添える。全然バルニーほどではない。だからなんでリーコは今まで変な人変な人と付き合いずなんか付き合ってきて今の人できっかけで気づくのかなんかめっちゃ不思議だなみたいな。あでも時間なのかな。今の人で気づいたきっかけは暮らした。そう暮らし、ね、だから僕はちょっと違う軸だけど時間、ね、暮らしによってそのズレとか小さいズレが顕著化するのが文化なんだっていうのがすっごい面白いなって思った。うん、あそう普通食とか食とかそうそうそっちじゃん。清潔感清潔感そういろんなのあるの、うん、そうだね、文化なんだみたいな。そこがすごい面白いなって。文化って多分本来ならもっとなんていうの敏感な人だったら暮らす前に気づけてたはずなの、うんなんだけど私が結構そこを軽視してたというか、はい、まあ大丈夫だろうみたいな。そう人に対して何のことも知りなかったっていうか。だから相当文化好きなんかもね。本当は好きみたい。実は好きみたいな、ね、だってそういうことじゃん。好きなのか分かんないけどなんかかなり自分の身に肌に近いものなんだろうね。だって暮らしという中でそうプライベートな空間で自分がある程度好みである文化と触れてないとすごいストレスって感じると思う。そうストレスなんだなって思って、うん、確かに実家にいる時も一人暮らしの時もロンドンにいた時もなんかまず帰って YouTube とかで好きな音楽ミックスリスト勝手に、まあ、流してくれるかもう勝手にそこはだけど YouTube のミックスリストでいいって思ってたから、うん、アルゴリズムでこう自分の好み、うん、ある程度で流してくれるからでそれを別にあこれじゃないとか変えようとするわけでもないから私こだわりがそんなないと思ってたの、うん、けど家帰ってとりあえず好きな方向性の音楽を聴くっていう習慣はあったっていうか、うん、とかなんか映画に関してもそうだったりとか してたんだなって思って、うん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 、でそれ今家帰ったら M ステかカウントダウン TV の録画をまず流れてるんだけど、うん、相手が好きで好きは好きなんだね。音楽が好きだ。だからそうだ確かにこだわりはあるの。好きは好きなんだ。それともパッシブにデフォルトで CDTV なの。音楽好きなの。音楽好きなの。あ好きなの。でトップ10の音楽好きなんだ。そうトップ10が好きなの。その時のトップ10が好き。高校生の僕みたい。中学生の私みたいだよ。すごい海外で頑張ってなんか。小学生の時頑張ってたもん僕。海外版のウィニーみたいなの使って。めっちゃ必死にダウンロードしてその頃出てきた僕その2005、6、7、8の J-POP すっげー詳しいもん。そうなんだ。めっちゃ詳しい。小学校の時だからベニー系とかなんかその意味わかんないのめっちゃ出てくる。あなるほどね。そこの、ね、年代だけ。そうでもそういうトップ10がこだわってて好きなの。でもなんかリーコは謎よね。うん？リーコはそれをなんか豊かだから、うん、それをなんかポジティブに捉えてその状況を面白がれそうに。でも面白がるっていうのは一周終えたの私の中で。もう飽きたんだ。そうなんか友達とかに愚痴ったりとかしてたの。そのなんかさ家帰ってウムステとか見てさこうでこうでとかなんか坂本龍一知らなくてとか。あなんかね確かに言ってたね。そう面白かったねその時。でその時はまだ面白がれてたんだけど、うん、一周全部消化しき話として消化しきった後改めてウムステとかでこれを見る毎日キングヌー毎日でもないけどなんかキングヌーとかスーパービーバーとか何わかんないノーベルブライト、ま、ノーベルブライトマカロニそうダイスとかマカロニ鉛筆とかみたいなのとかユーリとかがなんかこう
あいみょんとか、とにかくアドとかもそこら辺のメンツの入れ替わり立ち替わりをなんかこう暇な時に流れてる家っていうその空間にだんだんヘドがスクランブル交差点じゃん。え？でもそうじゃん。渋谷歩いてる。だってさ、ノーメルブライトとアドって全然違うじゃん。だけどさ、うん、共通点ってトップ10に入ってるしかないじゃん。そう。それでもいいんだね。うん。M ステに呼ばれたっていう。じゃあワンチャンバルニー混ぜてみたら気づかないんじゃないの？そう、バルニーがトップ10だからそれでチャンミナは好きなの。いやそうだよ、そう全然違うじゃん音楽性とか、あのエイウィッチとか好きなの。そう、恋愛リアリティショーに出てた、うん、テーマ曲とか好きなの。だから それで私が好きな曲とかはなんかピコピコしてて抑揚なくて嫌いって言われるわけよ。あ、とにかくなんかこう感動的な、あ、まあ、J は好きなの、 J-POP の J の部分は重要な、重要っていう。もしかしたらなんか社会との接点としてなんか好きなんじゃないの、そのマスが何が好きなの知ってるかとか。僕はそのモチベだったの、日本が何が好きなのかみたいな、詳しくなるっていうモチベ、うんうん、でユミクとかもそっち系なの、あ、そういうマスが好きなものをなんか、それってさ一回聞けばよくない、そのモチベなら知ってるよって言いたいんだったら一回でいい、そうじゃなくてそのマスに詳しい自分になりたい、それを自分にアイデンティティに詳しいとか、それを常に組み込む、なんかなんか彼氏さんはなんか そういう属性じゃなさそうだからなんか合わないんだけど、うんうん、なんかユミックスはそのフェーズとかによってはそんなになんか人に合わないとかいうフェーズもあるから、うんうんうん、その中で そういったコンテンツとかそういう文化に触れることによって、うんうん、その社会は何を好きなのかとか社会に触れてるなんか体験、うん、あ、そうだから社会科見学的な感じで扉開くっていう感覚だったよ。常にそれが1回とかじゃなくて常に開いててこうやってファーって出てくることによって触れてるみたいな、うん、世界と触れてるみたいな感覚になるらしいんだけど、それではなさそうなの。それではなさそうだし、もっとがっつり開けてるよね、扉、うん、ずっと開けてる、ずっと開けてる、ガラガラガラって感じで、なんかそうね、こんな別になんかプライベートなというか彼氏の話とかしたいと思わなかったんだけど、結構もう耐えられなくなったっていう。しかもすごいことにさ、その彼氏マスすぎてさラジコ聞くわけないんで、うん、そうだからこうやって言ってんだよ、ね、めちゃ不思議じゃないこれ、ね、言っちゃって大丈夫なんですかって普通思うけどさ、来るわけないんだってラジゴに。そうめっちゃおもろいじゃん。だってさっき言ってた通りさ、なんか掃除とかさ、なんか同棲して困るとかめっちゃあるじゃん。だから、うん、生活の中のわかんない清潔感とか、ね、熊谷くんは、月曜と毎週月曜をこれ担当みたいなとかよく聞くじゃん、うんうん、文化的のそれやれば、あ、何曜日はそっちのいいアイデアじゃん。月水金 M ステ帰ってきたらいいよみたいな。とにでもか木土はなんかマックガフィンをかけとくよとか知らんけど、ちょっとさ少しさなんていうの、こっちから干渉したい気持ちはあるね。なんかちょっとんなんかでも人気なら好きになるってことは別にキャパはさ結構広いじゃん。なんかうん、そうなの、本当に感動 J-POP バラードしか好きな人ではないじゃん。そうこれ流行ってるらしいよって言ったらなんか聞く可能性ある。そう、うん、ハマってくれるかもよ。ニート東京、まあ、カーモクドーニート東京にするしたらなんかラップ好きになったからとかもあるかもしれない、ね、ラップが嫌いとか言う割にチャンミナーとか聞くみたいな。あ、まあでも J-POP ナイズされてるからね。そうで、そうなの、なんかそうじゃん。 A-Witch のさ本気のガツガツラップの曲聞かせたらさ無理でさ、うん、ちょっとあのなんか リアリティショーの曲テーマ曲になった曲とかさ、うん、バラードのとかだけは聞けるみたいな。そうでね、全然いいんだよ。それでもそういう人を否定したいわけじゃないけど単純に合わないっていうだけなんだけど、うん、でまあそれと暮らしてるっていうのがどうなんてことではあるんだが、うんうん、なんか聞けば聞くほど日本が嫌いになるの私。いや本当にその感覚めっちゃわかるわ。そう本当に、そのユミックスが言ってるようにちょっとふわふわってその扉をちょっと開けて勝手に漏れてくるのでその感覚めっちゃわかるわっていうバランスだったらいいんだけど、本当に日本ってしょうもない文化の国だなって思わされてどんどんヘドが出てくる。なんか最初の頃は
なんかこんな曲おもろいないいやんいいやんぐらいの、なんか私が知らなかっただけ、まあ、マスってことはなんかトップ10に入るってことはみんなから好かれてるから、こっから学べることっていっぱいあるよなっていう気持ちで聞けてたの。あ、そう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 。だから私はツイッターその視点で、その視点持てそう。そうそう、マスを聞いて、ね、マスをって思いっきりくくっちゃうけど、トップ10を聞けてたの。で摂取してたら普通に嫌いなやつだったみたいな。めっちゃ嫌いなやつ。でもめっちゃわかる。すっげえわかるその気持ち。なんか京都で初めてテレビ、日本に来て初めて。このぐらい年齢になって初めてテレビ持ったんだけど、うん、ゴールデンあのタイムのテレビを見るときにすごい日本に嫌いになる自分とすごい似てるなって思った、うん、あ、でもそうだと思う。ゴールデンタイムの日本のテレビ終わってんだから、うん、やこの前もう行ったことあるけど、うん、あ NHK めちゃくちゃいいわって思った。いや NHK しか勝たん。ゴールデンタイム。そう、ゴールデンタイムは。マジで7時から、うん、9時。いや、もっと10時、11時、12時ぐらいまで行かないと終わってる、うん、テレビ、うん。うん、いや、本当にそう。でも、もう脳死すぎて、うん、でも確かに、その、誰かが好きとか、誰かを、あの誰かそれを聞いてるから見てるから嫌いとか苦手とか見下すとかの枠を超えて、うん、自分より大きいものがこのテレビのから現れてくるから、うんうん、なんかいや自分が嫌になるんだよ。そう、いや本当そう。この環境に僕はこのでかい社会に僕一員なのとか思っちゃってそうきつーみたいな。そうきつくなる。かなりシステムとかを感じる。そう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 、絶望絶望絶望。NHK 見てめっちゃ安心する。これをみんな国民が摂取して、これに脳がこうねアジェストされていくんだって思うと、あ、そりゃ終わるわ日本みたいな思いながら見れるもん。いやめっちゃわかる。でも本当そういう感覚で。でも確かにそれが身近の横の人がやってたらだるいわ。確かにちょっときついかも。音楽番組とかさ見ても M ステにしろ何にしろさ、うん、本当に同じメンツがさ衣装だけ変えてこう出るような毎日、うんうん、で。なんか恋愛の曲とか、うん、本当に売れるためにもともともっとなんていうの、あ、なんだろう、こういうことやりたかったんだろうなってアーティストが売れるために編曲されまくったものをきらびやかなステージで、うん、聞いてて、あ、歌ってて、それをなんかワイプでアイドルとかがニコニコしながら口パクで聞いてるみたいな、なんか一緒に歌ってるみたいなのの、うんうん、なんかそのなんだろうね、同じく脳死というかその何も進化のないその図を見てるのがしんどくて、うん、あと自分が彼氏にとどまってたら自分が影響力持ってるけど、そのテレビから流れてもって大きな力すぎてさ、そうそうそう、何もう無で無権力なんだよ。そう、権力だから、すごい権力を感じる、ね、でこれがある限りなんか こんな感じの限り、うんうん、で例えばさ、バッドビッチ美学とかってさ、ユリアンがいたから M ステに出てたんだなって思うわけよ。ちょっと奇跡に近いよね、そうそう、あれね。でなんか本当にああいうのを見てると、バルニーとかっていつになったらこうなれなくね、こんな権力の、そうなんだよ、こんな恋愛の曲とかばっか聞いてて、例えばそのバッドビッチ美学とかは恋愛の曲じゃないけど、ユリアンがいたからやっと、うん、マスがそうやっとね、ちょっと出してあげるよみたいな、遅いけどね、そうそうみたいな、うん、感じで、で遅いじゃん私たちからしたら、けどなんか例えば彼氏とかみたいな人たちからしたら新鮮みたいな、うん、なんかそこの差とか、うん、なんかね、最近そのカルチャーの接種のタイミングとか差とか、うん、まああと権力によって、じゃあいつバルナはM ステに出るんですかとか思ったりとかするの。意外とバルナ軸。あ、バルナ軸。まあでも一番近いのがそうだもん。そう、最終的にじゃあ私どこに一回基準を置いていろいろ見ようかなと思ってバルナにしてみたのよ。もう怒りが止まらないでしょ。そう、怒り止まんなくなっちゃって、私今までバルナの言ってる違和感が感じる音楽とか、バルナの音楽論に対する怒りとかは、うん、まあ本当に当事者だからゆえにっていう気持ちでもっとなんか聞いてたんだけど、彼氏のおかげで分かっちゃった。なんかそう、はい、ちょっと嬉しい、ちょっとジーンと来てる今ぐらい。私もう普通に今モンスターだよ。殺人、心の中とか殺人鬼みたいな感じなの。今までで一番尖ってる。なんかこの年齢で思ってもない方向に話がいって。なんで？そうやってストレスが溜まるから、何を見ても。いや全員やる気がないし、なんか。
カルチャー作ってますみたいな人とかもさ、全員システムに取り込まれて、でね、なんか最初の頃はそんなことないって思ったりもしてたの、うん、売れるからにはとか気持ちで見てたんだけど、うん、なんかね私あまりにもマスを詳しくなりすぎちゃって、逆にそうじゃないってことがやっぱりやっと分かって、でなんかそう、悲しい気持ちを毎回そのきらびやかな画面を見るたびに思うようになったの、うん、でそれがどんどん音楽だったんだけど、最初はてか最初は音楽、うん、で途中に呪術廻戦が挟まって、うん、マスってものに対して改めて考えるようになって、うん、でじゃあ次自分がもともと好きなテレビって思って、うん、もう一回音楽から呪術廻戦でもう一回音楽番組とかに戻って、うん、で考えてた時に今度お笑い番組とか、そのゴールデンのつんちゃんが来たよ、うん、お笑い番組も結局同じような芸人が衣装を変えて喋ってるだけ、うん、で、うん、こんなに面白い人たちが集まってるのにテレビ番組がつまんないってやばいじゃん、うん、とか思ったりとかするようになって、うん、まあ、これも結局なんていうの、視聴者向けとか時間帯とかに合わせた権力とかが働いてこうなってんのかとか思ってると、でも鳥と卵問題だからね、メディアも責任あるから、メディアがそこを教育したら国民も変わるから、そうなんだよ、どっちが先とかないで、なんだよねって思っちゃうけど、そうなんだ、それはお笑い一番でも緩くない、なんかその境界線が全然人気ない人とかもさ出たりすんじゃ ん、 ん、あ、そうそう、だからまだ夢ある、ね、夢あるというか、まだお笑いはなんか私は救われる、そういうのはだからテレビで見てないからかもしれない、いやでもおっしゃる通りじゃな い、 ない、有吉の壁でもなんかプロデュース、まあいろんな事情があって本当に無名な人は週に1回ぐらいは出てもおかしくない、ね、だからさんまのやつ見てるやつとかもさ、だから希望、なんか、まだすんごいちっちゃい希望は持てる、確かに、ね、なんかバズれば、だって猫化粧が出たじゃん、だってラビットに、ね、みたいなことはあるじゃん、確かにね、それはあるかもけど、うん、なんかとはいえ なんだろう結局MC は同じ人たちがずっとやってるとかって、まあね、なんかそのシステムの部分だけ見ると、まあ、なんかなとか思ったりするようになっちゃって、うん、そう、なんか私はそれに柔軟な人間だと思ってたのずっと、へえ。だけどやっぱね、チリツモなのよ、心のチリツモで今爆発したんだ、結構花粉症のように、そう、今年から花粉症、逆になんかバルニーの視点ではわかるけど、うん、リーコは普通にそれは暮らして一緒に暮らしてるからの問題であって、うん、だから一人だったらそんな感じないんです、あ、だから一人だと見ないんじゃないの、だって M ステとか見ないっていう、そうそう見ないから、なんなら録画した別のそれこそ NHK みたいなのとか見たりとかして、うん、でもね本当に私もすごい2人とかに比べてとかバルナに比べてより、うん、なんかサブカルチャーにこう傾倒してるタイプの人間ってわけじゃないと思ってるんだけど、うん、私結構中立っていうイメージ、うん、自分の中でも、うん、マスも見てるよみたいな、そうそう、マスも好きだお、うん、みたいな、 でも一緒に暮らしてる人が大マス人間、うん、でなんかいるから私サブカル女だなって、なんかもう中立でいることが疲れちゃったの、もうだったら思いっきし引いて自分もサブカル側でなんか戦いたくなってきちゃったっていうか、あーやばい、そう、おもろすぎる何そのか、いやなんか中立側でなんかマスも分かる分かるとかって言ってるのってなんか一瞬回ってなんか私分かるふりしてただけ、ドキュンごっこしてたの、ドキュンごっこしてたの多分、でもマスがドキュンとかって思ってるわけじゃないんだけど、なんだろうね、なんか今もうアレルギーみたいになっちゃって、中立が保守だってことに気づいちゃったんだ、そう、あ、そうめっちゃ面白いこれ、ね、そういうことでしょ、そう、それで面白いわ、そうそうそう、でさ、なんかあのトップ100好き嫌いなんだねとか言われるようになって、多分態度から分かる、向こうも察するようになってきて、うそういうわけじゃないけど本当に一曲も聴きたくねえわってなっちゃって、あー面白いなこれ、そう、でも本当悩んじゃってるんですよ、でもやっぱり大切な人がそれを摂取してるっていう辛さはあるんじゃないの、うん、あ、大切な人がそれを摂取してるのは勝手にどうぞって感じじゃなくて、生活の中にあるのがってこと、そう、じゃあ自分の生活、うん、なんか だってなんか本当に一回何もかもが嫌になった時があって、一緒に暮らしてて、うん、でハッてスーパーに一人で行った時に
なんか本当にいろいろ込み上げてくるものがあって、高校とか中学校ぐらいのなんかその新鮮にサブカルチャーに触れて、なんかウハウハしてた頃の自分を思い出しちゃって、でなんかちょうど確かあの千葉雄介が亡くなった時ぐらい、そうだ言ってた、そうそう、なんかその頃に千葉雄介が亡くなったからさ、いろんなところでさ流れるじゃん、ミシェルガイランドの過去のライブ映像が流れてたり、そうとか流れたりとかするようになって、それでふわってなんか中学の時のこととか思い出したりとかして、なんか頑張って、それこそその中学校の時とかに UK ロックとか頑張ってあさって、英語頑張って勉強して、なんとなく歌詞覚えてとかやってた、かわいいことしてたの。つーちゃんが J-POP 好きなように、かわいい、一緒だね、私 UK ロックとか好きだから、あ見てた、僕あのコピーできない歌詞ウェブサイト、わかる歌ネット、わかる、あコピーさせてって、そうガンダムしかできないの、そう、なんなの、なんでコマンド C やらせてよ、今でもそうだよ、いや今でもそうだけど、でもまあいろいろあるじゃん、インターネットね、ね、はいはい、ああいうのを見たりとかしてた、はい、なんかもっと必死になんかこういう自分になりたいっていう中に音楽が組み込まれてた自分、うん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 、当事者じゃないし作り手じゃないけど、こういう音楽を聴いてる、こういう暮らしをしてる自分っていうのをなんか思い描いてた頃のピュアな自分を思い出しちゃって、30代前半またその道を歩いて面白いなのに、なんで今日この後家帰ったらミセスグリーンアップルが流れてるのかてんてんてんって思うと涙が止まんなくなっちゃって泣いたんだ、そうスーパーで、それ撮ってよ、めっちゃおもろいやん、それ撮る Vlog、 めちゃくちゃおもろいやん、めちゃくちゃ、なんで泣いてんの家帰ったらミセスグリーンアップルが流れてると思うとって、でも本当にくだらないかもしれないけど、そういうことで涙が止まんなかった日があってぐらい、もう蓄積しちゃったんだ、そう、え、そっちじゃあ何代表作教えて、あの家帰った代表作、いや違う違う違う、え、向こうの代表作を、家帰った時の代表作っていうか、代表作よく見るコンテンツ教えてよ、トップ3、え、だから M ステの録画だよ、うん、M ステの録画、カウントダウン TV の録画めっちゃおもろいじゃん、でもねそれは向こう側も真剣に見るわけじゃなくて、料理してる時に流すもん、うんうん、だからそれが向こうの暮らしに組み込まれてることなんだよ、はいはいはい、一番の暮らしなんだ、そうでしょ、うん、で私は違うから、その自分がなんかのながらみで、ながらみとかながらのなんかこうかなんていうの、行動してる時に流す音楽がミセスグリーンアップルっていうのが一番耐えられないの、わかる、なんかながらでやってるその、うん、添えられてる音楽が好きじゃないものって、うん、意外とさ1週間経つと本当に頭を、そうなんだね、なんかさ何でも良さそうなもんだけどね、ながらなんだからって思ってた、思うけど、でも暮らしてみたら違うんだね、うん、もう戦えるよこっち、ね、こっちフェーズによるけど、フェーズそのフェーズに入ったら家帰ったら毎日光るかこれこれのフェーズあるから戦えるよどっちの方が悪い、確かに、え、でも正直これこれとか光るの方が、うん、だって別にユミックスもさ、うん、これこれとか光るの信者なわけじゃないでしょ、これこれ様が言ってることは絶対いいとかさ、まあ、光るかっこいいじゃなくて、まあ、まあ、藁で見てるんでしょ普通に、うん、ちょっとまあ半分半分な気がするけど、うん、だったらまだいいんだけど、なんかそのミセスグリーンアップルってこの人たち本当歌うまいのよとか言われてさ、うん、聞かされる、改めて腰据えて、まあ、100% 真正面で言われたらちょっときついかも、ね、うん、いや歌うまいよ、うんうんって感じなんだけど、うまいとかじゃねえしみたいなそうそう、ね、そう、私が重要視してるのはそこじゃないんだよなとか思って、ね、いや全然正論なんだけど、うん、あと僕も家に長い間いたからかもだけど、試験勉強とかその時期、うん、家で光るはきついで言っとくけど、いやきついだろうね、それはなんか言ったけど結構最悪かも、結構きついよ、これこれは好きになれんの、あ、これこれいいよね、実験済みなの、僕分かる分かる、実験台だったんだけど、まあ、興味持てるよね、全然これこれはなんか、なんか、うん、これこれ何の正義があるんだよね、そう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 、なんか、あ、頑張ってるって思えんの、うん、分かる分かる、ヒカルは無理、分かる、ヒカルはお金がありすぎてね、きつい普通に、分かる分かる、これこれとはまた違うよね、違う違う、確かに、いやこんなどうせね、聞くことはないだろうとか思いながら話せてるんだけど、どう向き合うの、その
もう、うん、あでもそれこそこの間ドライブした時に向こうが Bluetooth つなげて曲流してて、でまあ具合私あんま良くなくて、多分それのせいもあって具合良くなくて、うんうん、大丈夫みたいな、それのせい、それのせいもある、それって誇張だろ。えでもなんかミセスグリーン両面ミセスグリーンアップルかけすぎ、だって最初にミセスグリーンアップルかける井上園子みたいなやつ流れてはぁって思ってて、で大丈夫って聞かれてうんみたいな。えでも分かってんでしょあっち嫌なの。知ってる知ってる、分かってる。 なんで意地悪じゃん。え意地悪じゃんあっち。いやじゃあ向こうは向こうで、だからフェアに自分の好きな音楽も流したいっていう、だから私が流せる時間もだからまあ作ってはくれるんだけど、でね、まあ、自由に流してくださるとそうなっちゃうわけね。そう向こうの iPhone をつなげてると、はい、そういうの J-POP がバーって流れるわけよ。でなんかこういう曲嫌ですかみたいな感じのこと聞かれた時に、うん、全部嫌って言って、全部気持ち悪い吐き気がするって言うね、すごいね。そう言ったのすごいね。でなんかさあいいよそっちの流してみたいになるんだけど、私が好きな曲はと2人からしたら全部知ってる曲だと思うけど、はい、当然向こうは1曲も知らないの、うん、だから2人でいる時に知らない曲を自分が好きだからといって流す、私メンタルも強いメンタル持ってないというか。あそうなんだ、うん、へえ、それだったら本当悲しいけど、でも好きなマスをかければいいじゃん。だからってなると古い曲になっちゃうの。いい結構ダメ。 TM レボリューションとか、うん、あっち知らないことあんのそういうの。いや TM レボリューションぐらいだったら知ってるんだけど、だってレパートリー広いんだから、別にお互いの中なんか中確かにね、それそう思いつかなかったその時は。でもなんか古い曲も好きじゃないの向こうって。知ってるけどなんか古い曲その感覚がマジで中学生の僕と一緒。なんかそう古新しさ、今日今週のオリコンを収めたいの把握したいの。でなんかいや でも本当そんな感じで、なんか私は自分の好きな曲を向こうが一曲も耳なじみすらないから申し訳なくて流せないのね。でも向こうの曲ってちょっと扉開いてたら聞こえてくる曲ばっかだから、まあ、いい子が、うん、そう嫌いだけど耳なじみある曲みたいな、はい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 、キングヌーとかミセスとかアドとか、うん、普通にテレビちょろってつけてたら聞く曲だから、うん、耳なじみあるみたいな、からそうなるとそっちを譲ってあげたくなっちゃうんだよね。私もなんかいいよって意外となんかそこなんつうの、ね、謙虚な心って、あそうそうそう、なんていうの、あまりにもずぶとくはずぶとくはないんだ、ずぶとくなれない、そこは自分もなんかでそこまで音楽が好きじゃないっていうこともあるかもしれない。あでもそのじゃあ折衷案、私たちの折衷案どこかなって考えたんだけど、宇多田ヒカルだよねって言ったの。そしたらあまあね、でもなんかそっちが好きな、私がリーコが好きな宇多田ヒカルって古いじゃん全部って言われて、あ最近の宇多田ヒカルって何、えなんか、まあ、あるじゃん、そうそうそう出てる出てる、宇多田ヒカルってずっとちゃんと出してるよね、うん、るるるる、なんか最近エヴァの主題か近年すぎる、うん、最近だよね、まあ、バッドモード出したじゃん、バッドモード、そうとか、そういうね、なんかその最近、えそれ最近それいいんじゃない別に、えだから別に最近のでもいいんだけど、でも確かに宇多田ヒカルは昔の、あそうか、でもリーコが古いので流したら違うなんかいい、リーコはすんごい聞きたいわけじゃないよね、一番最新の宇多田ヒカルをとか思いながら、えどうするの、ん解決する、あだからまあ解決としてはなんかでも言えた、やっと言えたっていう気持ちがあって、なんかこの書き合わせ、なんか普通に日常的に言ってるように聞こえたけど、うん、そういうわけじゃないんだ、やっと言えたんだ、前から好きじゃないとは言ってたけど溜めてたんだ、改めて本当に地理もで耐えられなくなってるってことを伝えられたから、これからは逆に向こうがそれでもかけてきてもなんかいいやって思える、私一回言ったらねなんか気が済む場合もあるんだけど、でもなんかえ自分の時間の自分の文化の時間は自分が2人が摂取するコンテンツを、うん、あの操る時間はあるの、家で、あっちは M ステの枠、私はニート東京の枠みたいな、あ一緒にそれを見ることはないね、っていうの
のもなんかシステム化されてるんだけど、向こうが料理作るのね、うん、で向こうが料理してる時、向こうが料理中も権力持ってんだ、ボーって見れる、ボーっと見れるものっていうと、ね、M ステの録画料理する決まりなんだそれが。なんかそう、その時間を作れるようにすれば料理はちょっと待って、それ音楽を譲る料理したくないじゃあもう全部あっちが正しいまあね、いや正しいっていうか、いやいいんだよ、だから向こう、向こうのざけんなよとは思ってないの。ただなんか これは学びなの私にとっての、うんうん、あ私にもまだ、まあそうね、それがうちね、この数ミリの文化を愛する気持ちがこんなにあったんだみたいな、文化は私の中で大切な評価軸なんだ、うん、ものだったんだって結構思って、結構もう割り切ってったから、かなり音楽とかに対しても、そうだよね、こんなことイリーコが言うんだって思ってる今日、そう、びっくりしてる普通に、でも思ってんの、うん、でなんかだって私も、まあ、バルニーもそうだと思うけどワンピースだって好きだったりとかさ、うん、いやマスとはいえマスだから嫌いってわけじゃなかったりとかするから、なんていうのあれだったんだけど、一概にやんや言うつもりも今までもなかったし、これからもないじゃないんだけど、そうなんか学んだんだよね、やっぱちりつもで人は心が進んでいくというか、なんかやっぱ文化は心を豊かにするものなんだそうなの、そうなの、簡単にでも進ませることもできるんだ、ここそうそうなんだよ、自分の好みじゃない曲をずっと聴いてるとやっぱ気持ちは変われてく、うん、で植物と一緒だってすごく思ったの、 そしてなんか植物と一緒なんだ、うちがそうそう枯れちゃうんだ、うん、枯れちゃうの、好きじゃない自分が好きじゃない曲聴いてると、そうだよ、私なんかすごいそのなんていうの、調査のため、なんか調査のために好きでもないけど人気の曲っていうのを聴いたりしてる時はよくあるけど、うん、過去とかね、最近はもう聴いてないけど、うんうん、もうね本当にどんどんね、なんか お化けになっていく心、うん、もうえまたやってよそれ、化け物話そうよ、話すだってね、あとね一個ね、そのマスの話をできる人が周りにいないの、何の話、マスだからそのアドとかミセスとかの話を仮に私がして、それをムカつくっていうベクトルで話す相手がいないの、なるほど、誰も、え、なんでみんな好きだから、みんな好きだったりみんな興味なかったり、あ、どっちか、どっちかしかいない、そうそうそう、そんな悪趣味なこと目に合ってる人いないのよ好きじゃないのに摂取してるのにいないのよ、そうそうそう、基本的には、そう、じゃあ私はそれになるか、うん、たまにやってくれよ、あ、確かにそれやってるか本当さ、すごい勘弁してほしいよね、いや本当に毎日楽しくはあるんだけど、私幸せだなと思うんだけど、本当ねこればっかりは辛くて、え、本当に枯れてって、それもいい、よかったね、新しい自分を知れたね、そう新しい自分を知れて、だって私なんかプレイリストとか作ったことなかったの、興味なかったから、うん、iTunes とかで、うん、けどなんか自分が好きな曲ってなんだろうって思って、うん、なんか無造作に入れてみようと思って、うん、プレイリスト初めて作ってみたりとか、なんか自己分析の時間にも、なんか文化タイムなんだね今は、結構そう、結構文化タイム、結構文化タイムあとねもう一個悩みとしては、そこから派生して出た、ちょっと長くなっちゃって申し訳ないんだけど、あのマスの感動的な歌詞、はい、時を止まれとか、うん、あのそばにいてくれたのはあなたでしたみたいな、うん、感動、いわゆる感動的な歌詞、ね、あるじゃん、うんうん、ああいうのをさ感動って言ってさプレゼンされるとさ、まあまあまあ、あのまあいいこと言ってるよねぐらいな感じになるっていうか、うん、でも響かないわけよこっちとしては、うん、けどまあまあまあみたいな、でもさなんかそれをさいちいちチンプじゃんこんなのっていうのをひねくれてる気がするから、なんかね人が好きなね、そうそう、ジーンとしてる時に水を差す、そうそう、差したくないから、うん、ほんほんって聞くんだけど、なんか私がリーコが好きな曲ってなんか何の意味もないことを言っててなんかピコピコしてて、うん、なんか抑揚ないのも多かったり、うん、あとはラップとか怖いものが多かったりとか、うん、みたいな、か洋楽じゃんみたいな、うん、でなんかあれの何がいいのって、うん、言われたりとかして、うん、なんか確かに私が好きってだけで良さを伝える技術がないわけ、私が言語化だ、言語化だ、そう、言語化ができないので、昔バルナがさ寿司ボーイズだっけ、うん、どんぐりずか、あ、どんぐりずか、とかをさ ふわっとしてなんか何も言ってないから、はいはい、あんまり
かも今みたいな、はいはいはい、違和感あるかも、ね、マスに通用するラップね、そう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 、マスに通用するラップは全部中身をなくす必要があるっていう、そう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 って言ってたじゃん、うん、でだから違和感があるって言ってて、でなんか私はそれは分かるなって思ってて、で私も別にそういうのが好きなわけじゃなかったんだけど、なんかその彼氏みたいな人にちょっとでもサブカルチャーというかそういうカルチャーを知ってもらうやっぱ架け橋になり得るなって思って、そうだね、そうだね、そう、そういう曲たちがね、そう、そういう曲たちがって思ってたの、ラップの入門編みたいなのでしょ、そう思ってたんだけど、うん、なんか変なこだわりがある、うん、J-POP で感動しようとする人間なの、あ、珍しいことに、珍しいことに、そうだからそういうのが太刀打ちできないっていうか、何個飛ばしてもそういう音楽をこれどうって聞かせてもはいって感じの、感動軸なんだね、そう感動軸なの、確かに、でなんかとしかも恋愛系のってなるともう本当に何にも何飛ばしても響かない、もうコメ欄、ツイッター、YouTube でもうみんな超提案しよう、これ試して、これ試して、これ試して、だから私はディスコードで一回みんなの好きな音楽がなんで好きかを教えてほしいって書いたじゃん、それはこういうことを考え始めたことがきっかけになってるんだけど、自分が好きな音楽を例えば私はうん、た例えばですぐ出てこない、イエローモンキーが好きです、うんうん、けどなんかそれ歌詞が好きです、うん、歌い方が好きです、メロディーが好きですとかって言えるんだけど、うん、なんでいいかはあまりにも主観で好きになってるから、うん、なんでいいかを伝えられないというか自信持って言えないし、たその恋愛感動 J-POP 軸の人間とかにどうやったら刺さるのかなと思ってなんか流し続けてこのメロディー良くないですかみたいなのじゃな、ダメなの、なんかそういう本質的な音楽の楽しみ方、歌詞じゃない音楽のメロディーとか、そうだよね、メロディーとかが、それが通用しないから合理的に説明する必要があるっていう状況なんでしょ、うん、なんかこう解き伏せたくなってんのよ単純に、なんかもっと無理だろうけど向いてないよね、でも音楽を言語化するっていうのは、これは社会の動きを見せてんだけど、そういう視点で見たらあの興味持ってくれない、社会的なものに興味あるの、でもそうね、例えばアッコゴリラを聞かせてこれは社会が動いてるんだよとか、すごい分かりやすいじゃん、分かりやすいけど興味ないと、あ興味ないんだ、 そっちのテーマ、そういうレテラシーつまんねえやつだな、そうなのそうかも、うん、でもあとはそのたまにってなるのはほろ酔いの CM で、あの水星とさブギーバッグがさ、はいはい、カバーされたじゃん、はい、でリミックスされてさ1曲になったじゃん、で CM ソングになったでしょ、ほろ酔いの、はいはい、あそこまでになると聞くんよ、でも水星、豆腐ビーツの水星はそうはてなみたいな、抑揚ないねこれ、んでスチャダラの、だから普通にポップカルチャーが好きな人なんじゃね、でもなんかもうポップカルチャーとも言いたくないよね、言いたくないよ、いや言いたくないけど、まあ、結論そうであるから、そう、こういうやつがいるから彗星元の曲でいいのにさ、そう加工されるんだよ、そうふざけんなよマジで、でスチャダラパーのそれも怒りが湧いてくるわ、本当にそう本当に、でいや本当にそうで、でねもう一個ごめんねまだごめんねそれ実験したんでしょ、つまり元の彗星聞かせたってこと、聞かせたよ、でも響かなかった。でもう一個、この間岡山芸人のコントライブ行ったの。次長課長が出てるから。で他誰？プランナインとか。ね、すごい豪華だよ。ロコディ、すげえ。空気階段とかが出たの、ね。楽しそう。そう、すっごい楽しい。あとカエルテ。そうで、特別ゲストにスチャダラパー来たの。ああ、そうだ、ね。岡山出身の。そうで。スチャダラパーが最後にブギーバック歌ってくれたの。楽しそう。そうで芸人とかみんなこんなやってて、幸せな。本当に私泣きそうになるぐらい幸せだった。幸せな時間。スチャダラと次課長が一緒に歌ってるって、こんなことあっていいのって。幸せな時間だね。そう思って本当に涙がこう上に上がってくるぐらい。でまあそのスチャダラパーのこと一個も知らないから彼氏と行ったんだけど、うん、彼氏もなんか。連れてくんだ、お笑いは好き、お笑いは好き、好きそうでスチャダラ知らないけどなんか最後に今夜はブギーバッ
歌ってくれたから、うん、あー知ってるこの曲みたいな、うん、よかったねみたいな感じで、うん、でさでそのほろ酔いの CM の曲知ってる聴いてるから知ってたっていうでなんかスチャダラいいよねみたいな感じで私がなんか良かったよねみたいな感じで言ったら、ああいうおじさんたちは全然みたいな感じで言われてだから 原曲を聴かせたんだけどあのいやちょっといいよいいよみたいな感じでマジでぶち殺そうなんかで私が何それみたいな感じで本当になんか切れそうになったんだけどでも私何に切れてるか分かんないわ確かにでも本当に無理だわこいつみたいな本当に彼氏本人じゃなくてもう莫大なこうたくさんの人とかそうでも被害者に見えるのそう権力とかに切れたくなるよねそうで彼氏は何そういうメディアとか権力が作り上げた一例であるような気がしちゃってそんな感じだわなんか、うん、なんかもっと今のお話聞いてもっとなんか根本的な思考力がない人に言ってきたいやそうそうそうでもそう音楽以外か文化以外の思考力はあるんだよなんか だから怖くてなんかなんかね文化に対するリテラシーがリテラシーが低すぎる被害者だね確かに、ね、でも被害者だと思う被害者だこんなの最悪だって思っちゃって被害者なのか、うん、被害者だよ簡単に言いすぎだと思うえいやだって小さい頃からそういうのだけ摂取してさJ-POP の方になっちゃったんでしょ、うん、なんかそれが悪とも言い切れないけどなんかなんだろうなう私は原曲へのリスペクトがないこととかにいやでもそれちゃんと丁寧に説明してあげた説明できなかったそれもそれを丁寧に説明してのリアクションをリアリみたいでもなんか例えばさえだってすごい簡単なことじゃんこの原曲がなければこれが存在したいでもあなたはこれが好きなのどうってことでしょでも多分本人はそういう表層的なことに開き直ってるからうんだってこれが俺は好きなんだもんここだけみたいなそんな歴史音楽の歴史とか知らんし今が好きなんだもんねそう今古いやつは好きじゃないんだもんでも好きとでもリスペクトこのスチャーファーはちょっとっていうのはちょっと無礼じゃんこっちが新しいの好きなんだったら。そうでもそういうのを説得なでなんか多分それでいやでも関係ないし知らんしって言われた時に私が憤慨するなんか立場にもならない気がしてそれはもう選ぶリーコのセンスだよそうだよねそうだから自分のこともなんかうんってああもうもうすごいすごいすごい一周した そっちもあるんだ、うん、そういう軸一番ねすごいそういう軸もあるけどもう戻れないから基本的にはガチすぎるってそれそうもう戻れないしでもママとかに超相談したもうどう思うみたいなどうしたらいいあだからすっごい今小さい問題がかなり大きくなってかなりすごい大事なところ、うん、価値観レベルのところまで、うん、今なんかこうやって人に話せてすんごいなんか気が楽しいもんねただの悪口みたいになっちゃってるけど楽しくてしゃあないの、うん、バレたら消すけどねこれそうねそうそれしかないねいや遅いよバレたらバレたら消すけどね、まあ、ねおもろいやでもそのマスマンコとサブカル精子の話とかあったじゃん、うん、なんかそれのなんか逆それの逆だしそれの全く別に求められてもないしそれの全くサブカルマンコとして別に求められてもないしっていう両方何のウィンウィンさもないそうそうウィンも発生してなくてみたいなそう見たらサブカルあの幸せじゃんサブカル精子とマスマンコは共存できてるからなんかそういいなって思って共存体としてすごい素敵なそう素敵なのかもって思うようになっちゃったのいやわかるすごいちゃん需要と供給が、うん、趣味が違うのに需要と供給が合ってるって、うん、すごいじゃんって、うん、しかもその結果搾取してるから生き物として成り立ってるっていう旗から見たらリスペクトできてないじゃんって思うかもしれないけどもともとそれにリスペクトがあるゆえに興味があって搾取しようっていうスイッチが入ってるんだとしたら、うん、めちゃくちゃ成り立ってんなって思うようになっちゃったんだよね文化軸から見た生態系みたいなそう本当にそう本当だよね共存できる形と、はい、あなんか言い切ったわ
ごめん、何の解決もしないけど言い切ったから、なんか誰かみんな知ってたら教えてほしいというか、私もそうだっていう人は絶対あるんだ。だって私もそうです。確かにあのリーコはエクストリームケースかもしれないけど、このストレスはいろんな人抱いてると思う。僕が例えば MX が、うん、あの、はいはい、これこれとか時々フェーズによって聞く、うん、時に抱くなんか違和感のストレスとか、うんうんうん、書いてあったじゃん、親がこれ好きですみたいな。あーそうそう、なんか、あー、うんうんうん、とか、あ、すっごい最近面白いストーリー見た、おか実家帰ったらお母さんがバカデカテレビで永遠と、うん、あのデカキン、デカキン、デカキン、デカキンじゃない、デカキンじゃない方のデカキンをなんか2時間ぶっ通して大音量で見てて、やばいって、頭狂うかと思うみたいなストーリーあって、やばいって、それはやばすぎる、やばいって。あ、でも、あー分かった、こうお母さん聞いてるから申し訳ないけど、うん、まあ、正直そこまで気持ちは強くないけど、リーコがその彼氏がそういうのを見てなんか嫌に気持ちになるみたいな感覚は、あの軍ピーが出てた大空港選挙を新空港選挙をお母さんが見てたのを気がついたっていう、見てた時にちょっとその感覚の一パーは感じた、なんでか最初も何もバイアスないの、普通にドラマ、そこまで僕性格悪くないから普通にドラマは全然共有できるよ、見てる、見ちゃったからほんとしょうもなくて、うんうんうん、え、何このドラマみたいな、でも軍備出るからえみたいな、どういうこと、どういう軸のドラマみたいな確かに、そうね、え、ない、私は周りにないのよ、いや、ないようにコントロールしてんだろうね、じゃないの、あ、自分も、あ、友達とか、そのそう、友達とかが、そう、今日、あの、自分のスペースを守ってんだろう、もちろんないようにコントロールしてるし、実家は NHK だから、なんかノイズはないんだ、基本的にないね、うん、聞きたい、なんかすっごい楽しい、一個あった、職場で、小さいオフィスでここでスピーカーでなんか洋楽ヒットチャートみたいのをわざわざみんなに聞かせるように流す女がいて、同じオフィス内にきつい、でそいつはユーコスを尊敬していて、うん、ユーコスの本とかを私に読ませようとしてくんの、ユウコスって本当勉強になるよみたいな。待って、あ、漫画の世界。いや、どういう、いやばい、どういう、どういうかみたいな、ユウコス仮想か、いやなんかそんなにその人に驚いてるわけじゃなくて、そのバルニーにそれをすんのがめっちゃ、うん、なんで、どう、イカれてるやん。いや、イカれてる、でもそこでなんか年が近い女の同じ仕事してる人だったから、仲良くなりたいみたいな、なんかこうコミュニケーションがあって、で時々によっては K-POP のトップ役だし、洋楽のトップ役だし、まあ、ちょっとめっちゃ大きめの音で流すから、さすがに周りの他の人たちもちょっとやばいですねみたいなのは、おもろ、なんか今聞いてて思ったんだけど、それの逆パターンで文化を気にしすぎてるから、うん、そんなに仲良くない人たちとグループでいて、音楽かけないよみたいな感じで回ってきて、めちゃくちゃ何をかけるか考えちゃう自分とか、そういうシーンない？ある、あ、あるある。それって僕らがキモい側じゃない？意識しすぎてるみたいな。うん、そうで、昔は思ってたから私はなんか中立でいたかったの、なんだけど、それす、今すっごいいい例だと思うの、その逆みたいな、それを気にしすぎるキモさみたいな。なんか結構私気にしない、まあまあ迷うけど気にしないで、結局自分の好きな今ハマってるやつかけちゃう、でみんなに好きになってほしいって思うの。でもでもそれを俯瞰で見てる自分の時点でキモくない？うん、まあねって思っちゃう。でもしょうがない、でも見てないでしょ、気遣いでしょ、気遣い、え、みんな当時知らないよね、でも当時かけちゃうねって感じ。はい、すげえな、強い。でもキモいじゃん、当時かけてる時点で僕はキモくないのかなとか思っちゃう。キモくないだって今一番ハマってる曲をかけるんだもん、その場で。でも露骨に退屈そうな雰囲気を感じたりはするわけ、うん、それが私無理なのよ。あ、うん、あ、ごめんね、じゃああの頃のみんなの共通項って言えば、まあそうねみたいな感じで昔の曲とかかけて、うん、あ、まあまあ、そうそう、その場面、その場面だからね、私は本当に超100歩譲って、うん、なんかモテキのサントラとかがいいかなって思うの。あ、いいね、わかる、なんかちょうどいいね、ちょっとサブカルだし、そう、普通に、そうそうそう、100歩譲って、うん、まあ、くるりとかも流れるしみたいな気持ちで、うん、
いいね、モテキのサントラぐらいが本当はいいんだろうなみたいな、そういうなんか折衷案のプレイリストもっといっぱい欲しい。わかるわかる、めっちゃわかる。そう思う、わかる。けどそれでさ、ちょっとさ好きになられてもさイラッとすんのよ。あ、昔の自分はそうだったの。はいはい。めんど、そうめんどかったのよね。でも今はもう全然ウェルカム。ほろ酔いとかの CM をきっかけにスチャダラまで好きになってくれたらもうほんと最高とか思える。あ、それはいいよ、理解があるよそれの方が、うん、でもそうじゃないやつもいるからね。はい、って感じでちょっと私は言い切ったから、あの皆さんのが聞きたいです。いや、みんなの生活内にあるノイズの文化ってこと、うん、にどう対処しているか。そう、対処法も聞きたい。だってそれってすごい続いちゃうけど、なんか選んだリーコさんが悪くないですか、彼をはなしで、なしで。それはもう今言ってる、うんうん、今回はなし、うん、そんなそれで、うん、間違ってたわ、はい、でできんだったらこんな悩んでねえから。めちゃくちゃおもろいこと言う。それはちゃんとなし、なしで、それは全然なし、ルール違反。そう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 、それは簡単すぎ。でもそれのさ、ちょっとまた話しちゃうから申し訳ないけど、YouTube のアルゴリズムで自分が明らかに不愉快と思うのがパッて出たり、 Twitter のタイムラインでそういったものがパッて出るのって根本的には同じような構図じゃないのかなって思っちゃった今。自分のデジタル生活、ね、デジタルワールドの中での暮らしを邪魔しに来てるみたいな、うんうん、いきなりさ時々竹沢ガレス出てくんじゃん、うん、物によって。あ、でも最近それで TwitterX に対して、うん、って思うようになって、うん、やっと。でも もうノイズノイズ、なんか政治性をめちゃくちゃ高まってるが高まってるリーコみたいになっててめっちゃおもろいんだけど。めっちゃおもろいよ。いきなりなんか嬉しいアンテナ、そこのアンテナが鋭くなってて謎すぎるんだけど。嬉しいですよ。でもおもろ、はい、なんか対処法とかね、私こういうことやりましたとかあれば教えてもらえれば、うん、対処法。でもだからその曜日ごとに好きな文化を、まあ、一番単純だよね。そうプレゼンする日とかって変えるは一個あるよね。うん、一個ある。やればいいじゃん。自分が積極的に BGM 係になると。いや、うん、ありえるなとは思って聞いてる。うん、聞いた、うん、はい。はい。以上でございます。すみません。なんかありますか。言っとかなきゃいけないことありますか。今週多分ワンマンライブがあるじゃないですか。この回が配信される。多分そう。この回は29日かな。4月29日配信。ワンマンライブは。めちゃくちゃ大変そう。そっちの方が僕はすっごい感じる。いや大変だよ。アルバムよりアルバムも大変だって。アルバムがなきゃワンマンライブできないんだから。それはそうだ、それはそうだけど、そうライブってもうえぐいじゃん。えぐいよ。ミスれないからこそすごいなって思う。ミスれない、マジ会社の働きを一人でしてる本当に。全部えぐい。だってえぐい、イベントプランナーなの。そう、やばいやばいやばい、一人きりの、うん、えぐい。やばいって。頑張ってください。頑張ります。はい。行く？はい。え、行く行く。お、やった。じゃあ会場で合流しよう。会場でリーコを見つけて。大オフ会じゃん。見つけてください、リーコやつーちゃんを。はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今週の The Weekly Contents。私の好きなアーティスト、タカヤンの新曲、何もかもしんどいっていう曲です。へー。彼氏に聞かせたいわ。今日ウィークリーコンテンツね、なんだろうな、マッターホーンのバームクーヘン久しぶりに食べたらうまかった。超クラシック。なんかイベントスペースなのかな、パラ神保町っていう場所。バイバーイ。バイバーイ。 Thank you so so much for listening to Radio Yasan Koko。各回のザ・ウィークリーコンテンツとか話の補足はツイッターでつぶやいているから見てみてね。ツイッターはラジオ屋さんごっこ RADYOYASANGOKKO だよ。お便りも待ってるよ。ツイッターのリンクもしくはポッドキャストのエピソードメモのリンクからお便りフォームへ飛べるから、誰でもいつでも送ってね。いつも聞いてくれて
so much. I love everything about you. だからいつもありがとう。また再来週に。バイバイ。